はい、どうもショッピです。交換。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ということでやっていくんですけども、三種の神器っていう言葉があって、その中に白黒テレビっていうのがあるぐらい、やっぱテレビっていうのは、まあ、必須なんですよっていうことが言われてると思います。で、まあ、この動画を見てる人の中には、毎日何かしらこう BGM 代わりとしてテレビを見てるっていう人もいると思います。で、僕はまあ30年近くこの地球に生きてきてるわけなんですけども、僕は高校生ぐらいまで、いや、大学ぐらいまでかな、家でまともにテレビを見たことはないんですね。うん、どういうことですかっていうと、テレビ見てたら怒られたり、テレビ見てたらもうプチって消されたりですね。なので当時友達は芸能人の話だったり、ニュースとかドラマの話したんですけども、僕全然話に入っていけなくてですね、ほんとよく生きてたなっていう感じがしますけどもね。大学になってからはもうある程度好きにやれよみたいな感じで自由にやらせてもらっていたので、家に帰ったらもうテレビ見てるとか、まあそんなことはやってました。で、社会人になってもちろんテレビ見てたんですけども、その実家から引っ越ししましたと、品川に、まあ初めての一人暮らしを始めたわけなんですけども、その時からもうすでにテレビがないんですね。はい。なので、実家はちょっとテレビありましたけども、その一人暮らしを始めた頃っていうのはもう完全にテレビがなかったので、品川初台で今の物件でだいたい6年経とうとしているので、ああ、じゃあテレビなくてもう6年ぐらいが経とうとしているっていう感じですね。はい。自分にとってはテレビがないのがもう当たり前になっちゃってましたけども、でもやっぱこの動画見てたリーズのライブ配信で、そのテレビないんですかショッピンさんっていう風にびっくりされることが多かったので、実家の時にはテレビがあったんですけども、一人暮らしをして完全にテレビがなくなって6年ぐらいが経とうとしているので、まあその感想っていうんですかね、なんか、シェアをさせてもらおうと思います。で、しらべえさんというサイトの調査によるとですね、家にテレビがない人っていうのは20代から60代の全体の 7.8%、 20代から60代の男女1500人、まあそのちょっとデータ量も少ないと思うんですけども、まあその1500人中 7.8% が家にテレビがないっていうようなことを言っています。まあなのでまだまだその10人に1人ぐらいのペースなのかなって感じですね。で、その割合としては20代が 14% 持ってないと、30代が9%、40代が 8%、 50代が 5.7% で、60代が 2.3% テレビがないっていうふうに言っています。なので、まあ、20代はもうテレビ離れがどんどん進んでいるなっていう感じがします。でもまたその全体としてはテレビがある、家にテレビがあるっていう人はもう90% 以上って感じになってますね。で、最近ではその都市伝説界隈ではテレビは洗脳ツールですよみたいな感じで言われていたり、その暴露されてたりですね、そう、まあいろいろそのテレビ離れを促進するような情報っていうのも出ているのも事実だと思います。で、僕の場合そのテレビを手放した理由っていうのは特になくて、まあ小さい頃からテレビとはその距離を置いていたので、まあ自然な流れでテレビを持たずに一人暮らしを始めたっていう感じなんですけども、ただそのテレビをわざわざその持たなかった理由、その一人暮らしになって自由な生活になって、じゃあいっぱいテレビ見るぞって言ってテレビを入れなかった理由としては、受け身的に情報をゲットするんじゃなくて自分が欲しいものを取りに行きなさいみたいな感じで、まあその時会社員の時を教えてもらっていたので、なのでその受け身的にこう流れてくるようなテレビっていうのは、まあ、見てなかったですね。なんかその時会社員の先輩たちも特にテレビの話もしてなかったですね。この動画を撮影している時点で山ちゃんがその蒼井優さんと結婚したみたいな、そういう明るいニュースもありますけども、まあ、でもそれはちょっと一部で、そのほとんどがやっぱ事件事故だったりそういうのが多いっていうのがありますね。まあ、なのでそういった情報を仕入れたとしても仕事にいい影響があるわけではないと思ってるんで、なので僕はテレビを持ってないっていう感じです。そう、最近なんかそのテレビでこういうことをやってたよねっていう話題もないですからね、その僕たちの周りでも。それがなんかこの動画の答えみたいになっちゃってますけども、じゃあ次にそのテレビなし生活で良かったことっていうのをシェアしていこうと思います。で、まず一つ目にですね、欲しい情報を自分で選ぶようになったっていうことです。例えばそのテレビの電源ポチってやれば自動的にこう流れてきますけども、テレビをなくすことによって情報はネットで調べるっていう、その自分が知りたい情報をネットで調べるっていうことになったので、なんかその自分にとっての必要な情報だけをゲットできるようになったかなっていうふうに思います。で、これはメリットがわかんないですけど、例えば Amazon プライムだったり、またネットフリックスだったり、あとはこういう YouTube っていうその動画視聴サービスみたいなのがあって、
ちも十分面白いかなっていう感じがしてます。まあ、もちろんネットフリックスだったり Amazon プライムをダラダラ見続けたらそれは意味がないと思うんですけども、自分が見たいタイミングで見たいものを見れるっていう、そういう主体的にこう情報をゲットできるっていう意味では、やっぱりこっちはすごい自分たちの都合に合わせられることができるので、うん、すごくいいかなっていうふうに思ってます。そうなので、最近はそのちょっと彼女さんとテラスハウスっていうのを見てるんですけど、それはテレビではなくてネットフリックスでテラスハウスを見てます。そう、その他にも天気予報だったり交通情報っていうのはやっぱこうネットで調べれば出てくることだと思うので、自分が知りたい時に知りたいことを知れるっていう、まあ、そのネットで、まあ、十分いいかなっていう感じです。例えばテレビで言ったらアメトークとか滑らない話とかすごい大好きだったんで、それをテレビで見てた時もありました。でもあれを見てると、なんかこうあっという間に2時間、あっという間に45分が経っちゃって、あ、やっぱ見た後にすごい罪悪感が感じちゃうんですよね。でテレビを見なくなってからはそういった、あ、何やってたんだみたいな、そういう罪悪感はなくなりました。ただその YouTube をダラダラ見たり Netflix だったり Amazon プライムをダラダラ見てたら同じような感覚になってしまうので、そこはやっぱ自分を律してたりします。したかったことだったりすべきだったことっていうのができないとすごい後悔することになると思うんですね。テレビっていうのは感情のトリガーして、その注意を引きつけるのがすごい上手いわけなんで、その僕たちのやりたかったことだったりすべきだったことっていう時間をそのテレビにこう向けさせちゃう、まあそのすごいツールだと思うんですね。なのでそういったものが断捨離することによって、自分のそのやりたいことだったりワクワクすることだったりすべきことっていうのができるっていう、まあ、そういうメリットがすごい大きいかなっていうふうに思います。で次にデメリットは何かっていうことなんですけども、これは僕すごい、まあ、最近反省してるというか、今でもその向上ブラッシュアップしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってることなんですけど、あの情報がものすごい偏るんですよね。自分にとっては仕事だったり健康ネタだったりお金のことだったりっていうバン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 仕入れてるわけなんですけども、ただ自分のその枠を超えた大事なこととか自分の価値観を壊すようなその貴重な情報っていうのは、あのやっぱりなんて言うんでしょう、でもそこは入ってこないですね。まあでもそこはそのテレビから受けなかったとしても、その人からそういう情報、大事な情報っていうのは入ってくるんで、まあなので別にそこはテレビがなくてもいいかなっていうのを気はするんですけども、ただテレビがなくなることによって情報の偏りは激しくなりましたっていうのはデメリットとしてあるのかなって思います。そうで、2つ目がその情報の偏りじゃないですけども、その流行りのものについていけなくなってきたなっていう感じもあります。そう、あのテレビってやっぱ今流行りのものを取り上げたりすると思うんですけど、それを見なくなることによって今何が流行ってるのかっていうのがあんまりよく分かんなくなっちゃいましたね。で悪いところといったらそんな感じです。でその悪いところを克服じゃなくて、その改善するために、じゃあネットで流行りのニュースを毎回こうチェックしようだったり、人から聞いてこうとか、その人間観察をしていこうってことをすれば、流行りのものだったりその情報の偏りっていうのはなくなっていくと思いますので、もうそのデメリットさえ改善されれば本当にテレビっていらないよねっていうふうに思います。もちろんそのテレビにもいいところってたくさんあると思うんですけども、ただそのテレビのメリットよりもテレビを持つことのデメリットの方が圧倒的に多くて、そのテレビを持たないことのメリットの方が圧倒的に多いって、なんかちょっと話がごちゃごちゃしてきましたけども、要するに今の時代はテレビを持たなくても十分生きていけるし、逆にそっちの方がそのテレビに踊らされずに自分のやりたいことだったり自分の大切にしてることにフォーカスできるかなっていうふうに思いますんで、まあ、僕はまあ引き続きテレビなし生活っていうのを続けていこうと思ってます。あ、でもあの次ちょっと同棲、彼女さんと同棲するときにテレビを持ってくるっていうような話をしていたので、まあそこはあれですね、まあ僕はテレビ見ないみたいな感じでやっていこうと思います。テレビの情報だけを鵜呑みにして平均的な人間になるっていうのがすごくもったいないと思うんです。なのでそのワクワクすることだったり必要なことだったりやりたいことにこうちょっとずつ盲信できるような情報だけをこうゲットしていって、でそのやりたいところで結果を出せれば僕はそれでいいんじゃないかなっていうふうに思ってますんで、その今回の動画でそのテレビを手放してくださいねっていうつもりは一切なくて、そのいやそれでもテレビは必要なんですとか、テレビは楽しいですよとか娯楽ですよっていうふうに思うのであれば、まあ、そのテレビを持っておいてもいいと思うんですね。そうなんで、なので今回の動画を参考にしていただきながら、まあ、そのテレビとの付き合い方っていうのをなんか考えるきっかけになってくれたら僕は嬉しいと思います。はい、ということでちょっとしゃべる系の動画になってしまいましたけども、今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。なんかテレビ業界はその僕たちが個人でそのネットでその YouTube 撮影するような感覚で撮れるような、もうそれを軽く凌駕するようなハイクオリティな映像を
を取ってくれるっていうのがテレビ業界だと思うので、僕はテレビはなくなってほしいとは別に思ってないです。ただそのテレビに洗脳されたりとか、テレビの情報を鵜呑みにするっていうのはすごい危険だと思うので、まあ、ネットの情報だったり本だったり、あと人から直接聞く話っていうのも、まあ、そのリアルな情報っていうのを大切にしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、そこは自分でも気をつけてるところです。